はい、皆さんこんにちは、マグダレットです。本日ついに新星5キャラクターアルレッキーノの情報が公開されました。まあ、ファトゥスの召使いですね。早速映像を流していますが、モーションがかっこよすぎる。やっぱりファトゥスは独特な戦闘スタイルを持っているようでして、アルレッキーノは鎌のような形状の武器を振り回しています。どんな能力なのか、どんな性能なのか、早速ね確認をしていきたいと思います。アルレッキーノは新限定星5キャラクターです。元素は炎、武器は長江武器。そして役割ですが、まあ、現状出ている情報から見ると 99% メインアタッカーと見ていいでしょう。これでサポーターだったらびっくりしちゃいますね。で、炎元素のアタッカーということは蒸発や妖怪反応なんかも使える可能性ありますから、まあ、かなり期待が高まっております。ではアルレッキーノの性能を見ていくんですが、このキャラクター命の契約というシステムがかなり重要、深く関わってきていますので、命の契約についておさらいからさせてください。命の契約というのはこのようにキャラクターの HP バー周りに赤いゲージが現れている状態です。この状態ではキャラクターは HP を回復できなくなりまして、回復の代わりに命の契約のゲージが減少していきます。で、命の契約が全部なくなれば契約はクリアされ回復が可能になるっていう感じですね。ただ現状命の契約ってかなり影が薄いと言いますか、フォンテーヌの鍛造武器で自分自身に付与したり、あるいは敵からの攻撃で付与されたりしますよね。まあ、今までは正直よく分かってなくて OK だったんですが、召使いではこのシステムが重要になってきますので、しっかりね覚えておいてください。はい、命の契約について分かったところで、アルレッキーノの HP バーに注目してみると、凄まじい量の契約が付与されていて、しかもそれがどんどん減っているのが分かりますよね。このようにアルレッキーノは命の契約を増やしたり減らしたりするのが重要になっているキャラクターです。ただ命の契約って普通ならデメリットでしかないですよね。じゃあなんでこんなに付与するかというと、アルレッキーノには特殊なメリットがあるからです。命の契約が HP の一定割合を上回っているとき、通常攻撃、銃撃、落下攻撃が炎元素に変化します。またこの能力は他の元素変化によって上書きされません。さらに命の契約状態の時、通常攻撃が敵に命中すると一部の命の契約を消費してダメージをアップします。なんか通常攻撃が命中するたびに命の契約が減っているのが映像でもわかると思いますが、これは回復をしているから減っているわけではなく、アルレッキーノの能力みたいです。まあ、なので命の契約が多いほどむしろ好都合というわけですね。炎元素攻撃もできるし、通常の火力も強化できるし、契約を維持して戦うというのが重要になっています。またこの能力がついているということは、アルレッキーノは通常主体のアタッカーっぽいですね。映像でも鎌をぶん回しながら通常連打していますから、まあ、通常を強化するような能力だったりとか、通常に反応する効果とも相性がいいんじゃないかなと予想されます。また命の契約状態で敵に通常攻撃が命中すると、元素スキルのクールタイムも短縮できるようです。もともとのクールタイムがどんなものか分かりませんが、スキルを高頻度で打っていけるようであれば、暇女4セットとの相性にも期待できますね。はい、というわけでもう何から何まで命の契約が前提になっているんですが、じゃあどうやって命の契約を獲得するんだっていうのが気になりますよね。次はそれについて見ていきます。では続いて命の契約の獲得方法である元素スキルについて。はい、アルレッキーノのスキルがこちら、炎の槍で串刺しにするようなめちゃくちゃかっこいいエフェクトなんですが、まずこちらを使用することで敵に炎元素ダメージを与え、さらに結晶の直霊という状態を付与します。敵に注目してみると赤いバッテンマークがついているのがわかると思うんですが、これが結晶の直霊状態です。直霊状態の敵は一定時間ごとに炎元素ダメージを受けるんですが、それはどうやらおまけ能力みたいでして、本命の能力は次になります。それがこちらですね。直霊状態の敵に銃撃または元素爆発が命中すると、周囲の直霊は回収され、アルレッキーノは HP 上限の一定割合の命の契約を獲得します。スローで見てみると、スキルを打った後に銃撃を使うことで周囲からグーンと回収して HP バーに命の契約がついていることがわかります。なのでスキルで直霊を付与、銃撃で直霊を回収しつつ命の契約を獲得、その後は通常攻撃を連打し火力を出すというのが基本コンボになるでしょうか。またヤドカニに対して使った場面では命の契約ちょっとしか獲得できていませんでしたが、このシーンでは結構大量に命の契約を獲得しています。直霊を吸収するほど命の契約が増えるのか、あるいは他に条件があるのかはまだ分かりませんが、その辺の情報も追っていきたいと思います。では性能面最後、元素爆発について。演出かっこよ、このね C からの羽みたいなのが生えて、はい、ザクザクザクと、いや素晴らしい、マジで求めていたものというか最高ですね。
はい、元素爆発を発動することで周囲に炎元素ダメージを与え、さらに元素スキルのクールタイムをリセットします。こちらにもスキルを回しやすくなる能力がついていますので、やはり暇女のような生物とも相性がいいでしょうか。またスキル爆発スキルと使って粒子を生成したり直霊を再度回収するという動きが強力そうです。さらに元素爆発には自身の HP を回復する効果がついていまして、このシーン見てみると命の契約を帳消しにしながら大量に HP が増えているのがわかりますね。回復量は所持中の命の契約と攻撃力の一定割合をもとに決まります。まあ、なので命の契約が大量についていてもしっかり HP を回復できるというわけです。またここで初めて攻撃力参照の能力が出てきました。ここから考えるにアルレッキーノは攻撃力依存のアタッカーと見ていいんでしょうか。回復だけ攻撃力依存ってことはあんまりなさそうですもんね。まあその辺も続報を待ちたいと思います。すいません、先ほど元素爆発が最後と言いましたが、固有テンプらしき能力についても言及がありました。2つ能力がありまして、まず1つが戦闘中炎元素ダメージアップを獲得できるということ、で2つ目が受けられる治療効果は召使いの元素爆発のみになるということ。これはメリットともデメリットとも取ることができまして、まあシンプルにね、味方から回復を受けられなくなるため耐久面ではちょっと、不安になってしまうというのはあるんですが、命の契約をクリアされる心配がなくなります。例えばベネットとは組みたいけど命の契約は維持したいみたいな場面でも、この能力のおかげで、回復受けなくなりますから、まあ、それどうなんだって感じでありますけど、まあまあまあ、戦いやすくはなりそうですね。まあでも回復部分のメリットが消えちゃうわけですから、基本的にはシールダーと組むことになるんでしょうか。まあ、本人の中断体制次第でその辺ね決めていきたいと思います。あとおまけなんですが、通常攻撃モーションでちょいちょい敵を引き寄せている、まあ、引っ張ってる場面があるんですよね。 PV とかでもあったんですが、このシーンとか特に顕著で、ヤドカニを自身の方向に引っ張っているのがわかります。こういったモーション珍しいですね。まあ軽い敵にしか有効ではないと思うんですが、ある程度戦いやすくなるというか、敵を散らばらせてしまうという心配が、なくなるんじゃないかなと思います。では性能について見終わりましたので、ガチャ情報も紹介していきます。アルレッキーノはバージョン 4.6 前半ガチャで登場します。はい、新星5アルレッキーノと、そしてリネも同時に復刻となりますね。また後半ガチャも気になっている方がいると思いますが、今回フリーナの復刻はありませんでした。放浪者と白術の復刻です。まあ、なのでこのあたりも、計画に含めてアルレッキーノ引くかどうかを考えてほしいと思います。そしてもちろんアルレッキーノのモチーフ武器もバージョン 4.6 前半ガチャで登場しますね。いや、こちらもかっこいいわけなんですが、ただ炎元素の攻撃力依存槍アタッカーであれば、割と星4武器にも代用できるものあるんじゃないかなとは思ってます。まあ、もちろんこの辺は実際の性能でないとまだ何とも言えませんが、また、いろいろ試した上でアルレッキーノの性能解説動画の方でどの武器がおすすめかっていうのをお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回は以上です。いや、エフェクトと演出の凝り方がまた一段とすごいキャラクターですし、炎元素アタッカーですから、これは注目ですね。アルレッキーノの無凸解説動画必ず投稿しますので、そちらを見てくれるという方、よければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が参考になったら高評価を押してもらえると嬉しいです。では皆さん、ありがとうございました。